データダウンロード86MB。これ多分ガンダムコラボのすべてが今入ってきたんじゃないですかね。というわけで、明日の、ああ、そうだね、入ってきたら入ってきて見ていこうかなと思います。日曜日の夜からオルフェが降臨するんで、ギミックが。まあ、ちょ、周回上級曲だからね、そんなにはちゃめちゃ難しいものでは、ワープ転送、反射。ワープ転送？お、キラーじゃね？もうキラーじゃん。キラーヤマト使えるでしょ。で、ハートなしに弱点効果アップに、ヒットポイント残量が多いほど攻撃力アップ。なんか最近これ、庭園でも見かけたけど、ちょこちょここの仕様多いよね。そんな感じで、じゃあ、ワープ転送のキャラで、まあ、裏技はあんまりこれなさそうかな、そうすると。まあ、このギミック、見ていこうかなと思います。というわけで、ワープ転送のキャラたち、反射貫通ですっくな。少なコラボじゃん。貫通結構多いけど、いや、反射全然いねえじゃん。で、まあ、多分最適は、原作再現で、キラ&ラクス&マイティストライクフリーダム。まあ、これはめちゃめちゃ刺さってくるね。で、超アンチ転送壁唯一持ちなんで、まあ、そうですね。そうですね。転送壁に触れたら、ヒットポイントが15000回復するっていう、超転送壁の仕様と、ヒットポイント残量が多ければ多いほどってことで、かなり噛み合ってるのと、あとは多分敵の、まあ、ドラグーンとかやってくんのかな、再現で。そういうところで多分レーザー攻撃ちょこちょこやってくると思うんで、おそらく超レダストも合わせて輝いてくるんじゃないのかな。あとはバイタルキラー持ってたり、ソウルスティール M で、敵倒したらヒットポイントも回復するっていう仕様になってるんで、まあ、このキャラが多属性だけどめちゃめちゃ接待されるっていう仕様になってるんじゃないかな。友情コンボはどこまで通るかちょっとわかんないね。ただまあそんなには多分通らないでしょ。で、SSOS。ちょっと関係ないけど。アラクスのボイスなし？私の意志はあなたと共にあります。あ、こっちはアラクスのみ。人は必要から生まれるのではありません。愛から生まれるのです。僕は自分の手で未来を選ぶ。いやー、これもう1確定でしょ。そしたらうわー、2と3でおのおのボイスになっちゃうのか、ちょっと悲しいところある。いや、そういう感じだね。まあ、とりあえずこれでキラーヤマト、マイティストライクはいろいろ噛み合ってるから強いですよと。で、あとはこっちの普通のキラーヤマトも全然使えそうね。ワープ転送対応で、こっちは超レザスと M まで持ってる。そして短縮に、まあどういう回復方法になってくるかはわかんないけど、まあどうせヒーリングウォールかヒーリングパネルとかそういう感じになってくるでしょ。だから高スピアップでたくさん触れられるものは多いのと、あとはまあヒットポイントに関係なくダメージぶち込めるハイマットフルバースト、もう旧式の旧式の機体で勝てちゃう。原作では全く再現できないものが、いや、これはもうできちゃいますよっていうところね。どっちかっていうとこれ合わせて使うと、あれ？フリーダムの方が強くね？みたいな感じに若干なっちゃいそうな気がする。まあキラも強いんだけど、なんかこの高回転はさすがにちょっと追いつけないからね。あとは一応キラ持ってなくても最近、庭園でも輝いたベータ。これも使えそうよね。ユースピアップ持ってて、あとは、触れた味方の SS ターンも半分にできるんで、まあ火力に関してはちょっと、超ワープとか、まあ、キラーとか何もないんであれなんですけど、なあ、サポートが結構できますよってことで、役に立つかな。あとは一応敵の防御ダウンとかを持ってるんで、ワンパンキャラとかと組み合わせたりとか、純粋に殴りを一定期間、確か 1.2 倍だったか 1.3 倍だったかな。底上げできるんで、結構、良さそうな気がする。まあ、全キャラ紹介すると大変なことになるんで、あとは、まあ、ポルノレフとかも、これ、ボスの弱点を絶対に狙ってくれるっていう仕様になってるし、あとは、ライトポジションキラーとか、超ワープとか全部噛み合ってきたら、まあ、このキャラの SS 使って、ワンパンはさすがにやらせてくんないと思うけど、接待しないと。まあ、1ゲージ持ってったりとか、結構な量のゲージ持ってったり、みたいなことは、おそらくできるんじゃないかな。あとは、リジェネームとかも持ってるんで、その辺のサポートも結構できそうよね。あとはまあ、ベニマルとかも最近日の目を浴びてないけど、まあ、それがロバーで日の目を浴びたけど、ゲージっていうところでちょっと最強ではなかったけど、これはかなり使えるかな。ファーストキラー、ライポジキラーで、ダブルキラー乗せられて、超ワープで殴りもできて、あとは、8ターンの SS で殴りも強いし、防御ダウンブラストもいられるんで、今回は、ベニマルのいいところの、8、9割ぐらいは結構見せられるんじゃない？超レザストもあるから、まあ、いろんなキャラ連れてきてるよ。まあ、でもギミック対応そんなに多くないから、多分そんなガチガチな仕様にはしないと思うけどね。あとはまあシンプルに全キャラ紹介したら、あとはバルムンクかな。これもパワーフィと超絶状態上回復ブラスト。あとはまあ種族が異なるキャラ2体以上はドラゴンでほぼほぼなんとかできるんだけど、あとは遅延も持ってるんでその辺で役に立つかな。ただ底力 L が今回のヒットポイント残量多ければ多いっていう仕様とまるで噛み合ってないんで、
そこ多分そんなにでしょうね。まあ反射だとこのぐらいが多分上位適正とかになってくるかな。まあ打撃強かったらオセロとかもワンチャンいけるかもしれないけど、まあオセロワンパンとかも狙えるといえば狙えるのかな。一応属性有利、超ワープ、弱点キラーとか強いもの持ってるのと超レザーソンを持ってるんで、そこら辺刺さったら強いかもしれないね。ただ回復があんまりできなさそうなんだよな。で貫通も結局貫通くんなとは言ってるけど、どうせプヨがじゃない、価値が出てきて、価値倒したらオッケーよみたいな感じで終わると思うんで、そんな大したことないと思うんですよね。だから、まあ、多分いろいろ話してたけど、マサムネゲーになるんじゃないのかなと思います。おそらくね。まあ、よっぽどヒットポイントは満タン状態の直殴りと差があったら別だけど、多分マサムネゲーやらせてくれるんじゃないのかな。だって少なでもマサムネあったもんね。だからもう、よっぽどやんないと、マサムネ潰されないと思うんだよな。あとはまあ、仮に友情コンボ叩き潰されてても、まあ大号令あるんで、再装もあるから、まあ強いんじゃないですかね。一応このキャラも超転送持ってるから、ヒットポイントの回復もできるし、あとはバブリーモードの付与とか、あと、ヒットポイントの回復できるバウンドヒールとかもあるんで、まあ友情コンボが通用しなくても、一体貫通組み込むよって言われたら、マサムネ使うっていうパターンは全然あり得るんじゃないのかなって思うわ。あとはどうだろう、まあいろんなキャラ紹介してってもあれなんで、これかな。とりあえず、水戸光圀、秋王子さん。これはやっぱり、ドレイン M に超ワープ転送壁。で、貫通だからちょっと足遅いけど、サポートできる高スピアップだったり、あと SS 使った時は減速率緩和がやっべえことになるんで、まあ価値がいたとしても、ある程度だったら、箇所はごまかし効くんじゃないかな。で、ドレインも持ってるから、ヒットポイント残量が多ければ多いほど、みたいな、クエストの仕様とすごい噛み合ってるんで、そこも含めて、まあ、秋王子さんも、かなり使えるんじゃねえのかなって思うね。あとはクリティカルも持ったりするんで、クリティカルドッカンみたいな。そういうのも、できたりする可能性も全然あり得る。まあ、超レザストがないっていうところが、どこまで響いてくるからね。なんか適正のキャラたち見てると、超レザストすっげえ多いから、その辺がちょっと気になるかな。あとは、まあ、毒キラー M の組み合わせでダッキーだったりとか、あとは敵の位置とかにもよるけど、弱点キラー持ってるシオンとか、この辺も結構良さそうね。あとは、まあ多分ガチワンパンで言ったら、ネオとかもいけんのかな？敵が蘇生する形式だとあれだけど、最終的に、まあ、敵ボス一体になりますよだったら、ぶっちゃけ、ボス1ネオリバースモードワンパンが高速で回せるんじゃないのかな？みたいな、そんな感じにはちょっとなりそうな気がするけどね。まあこれでマーキングミサイルしてこっちがミサイル当てるんだよ、みたいな。いや、そんな感じになる可能性も全然秘めてる。あとは、まあ、スピードアップ持ってるスノードロップ、ジャクロとかもあったりするから、意外とこれサポート系で強そうなのと、あと、まあ、ヨルさんとかも結構強そうよね。まあ、価値がいなかったらっていう話になるけど、この8ターンで使える SS、使ってみた動画でもちょこちょこ話してるけど、これ8ターンで使えていい SS じゃないんですよ。で、ボスヒッチも持ってるから、暴れ回って、ヒットポイント回復した後に、SS とボスヒッチでボーンって当てたら、すごい削れちゃう、みたいな。いや、そのパターン全然ありえそうなんだよな。あとはまあ、あんまりなさそうだけど、まあ毒を撒き散らしたりとかしてくると、この毒向こうがすごい刺さってくるみたいなパターンも一応ありえそうっちゃありえそうよね。ただ今回は、キラーとかが使えそうな都合上、どっちかっていうとロボット族が強い傾向にありそうだから、アジンはちょっとどうなんだろうみたいなのは気になるけどね。あんまりそうね、ベニマルも魔族だし、一応ポルナレフもアジンだけど、そんなに、今回の適正キャラ、アジンそんなに多くないよね。あとアジンこれとこれかな？このぐらいの4体しかいないから、そこまで今回アジンが最強の同族っていう感じはなさそうよね。まあ、いろいろ見ていくとこんな感じになってるかな。ただ今回そんなに適正多くないね。降臨キャラでいい感じのやつっていいのかな？あ、ラブか。これ、サブ機だから進化させてねえけど。まあ、これ、一応、アジンだから、あとは、ラン回復弾とかも持ってるんで、多分持ってない人は、ラブ使うと降臨キャラ。まあ、あとは、その他ミッションとかがもしあったら、これ、使えそうっていう感じになってくるかな。で、そんなの持ってないよっていう人も、鬼滅の降臨とか、あ、チカちゃん、カペット。あ、これなんか、この景色見たことある。なんかのクエストじゃなかったっけ？あれ？宝剣か。キングダムコラボでなんか見たぞ、これ。これ多分、これ壁ドン使ってボンボンボンしたら、もうどんどんどんで終わりじゃねえの？まあ、貫通だと、そんなにいいキャラが、まあ、最近だとセキトバーとかがあったりするけど、まあ、一応あと控えのバフィックとかもいたりするけど、多分反射の方が強そうね。ラブとか、まあ、闇属性の、と、ん？なんだっけ？この、地獄楽コラボのキャラとか、多分降臨キャラで一番強いのは地下になってくるんじゃないのかなみたいな。そんな感じ。あ、そうだ。あと、
ミリムも使えるから、多分これも結構良さそうね。前回の、マヒトか。マヒト戦でも使えたんで、この辺持ってる人は、その他ミッションとかやってきても、安泰になってくるかな。多分今回はそうだね。ワープ転送だから、そんなに裏技らしい裏技も、おそらくなさそうな気がするんで、そうだね。星5とか見てもダメだし、そうだね。適正キャラが少ないけど、多分その分割と簡単めなクエストになってるんじゃないのかなって、私、思ってます。まあ、とりあえず、絶対にキラ&ラックス&マイティストライクは積み込んでおこうかなと思いますね。いやでもそう考えると、じゃあ今回のクエストはそうだね、シンもアスランも使えないから、やっぱ超究極追加でやってきたらこれのどっちかが使えるみたいな感じになったかな。なんかコメントとかで見たんですけど、いやこ追加超究極は通り目の時みたいに、ブラックナイトスコードが、各々のステージでボスになってるみたいな。で、6ステージちょうど敵の数があるから、なんかちょうど各ステージに1体ずつブラックナイトスコードで、シン・アスカ適正にしたら、ちょっと原作再現っぽくなるよねってなって、いや、確かにそれあったらエモエモみたいな、シン・アスカも使えて、めちゃめちゃ嬉しいみたいな感じにはなりそうね。なんかそれでボイスもどうだろう。おぉ、ジャって言った瞬間、ジャスティスだから負けたんだっていうやつやった。いや、私以外の人も思ったんじゃないかな。いや、ジャスティスだから負けたんだって言ってたらちょっと脆かったんだけどね。自分だけが戦ってるつもりか。おう。お前一人で何ができる。説教のシーンのボイス割と使うな。で、カガリはこれ本当に幻影ポジションだね。そんな感じ。で、あと、イザークとかなんか面白ギミックとかになってるかな。貫通のバランス、ターゲットロックオン。ああ、最初に触れた時ミーティアなんだ。ちょっと面白そうね。で、あとはディアッカも。お？超強音ウェイ？降臨で、あ、でも反射だからちょっとあれか。まあ、でも、なんかこの降臨がやばそうみたいな、パッと見なさそうかな。ちょっと、あと、オルフェか。オルフェの性能は、ああ、ユナイトブリッツか。ちょっとこれ怪しいよね。あ、でも、敵に触れるごとにドラグーンで攻撃って、これハマン様と同じで、割合やってくれるパターンじゃないのよ。これちょっと期待したいな。で、重力ブロックダメオだから、まあ、近畿の22とかあの辺になるっけ。まあ、それで、いろいろと使えるんじゃないのかなっていう感じだね。はい。そんな感じで。じゃあ、オルフェのクエスト、日曜日、楽しみにしておこうかと思うけど、多分、まあ、サムネにボコボコにされるんじゃないのかなと思ってるわ。この分断と流血の歴史を終わらせる。それが我らの生まれた意味だ。まあ、サムネの生まれた意味に変わるかもしれないですね。はい。